シリーズ2試合目の登板はヤクルト戦プレーしていくからね。ヤクルトには若松、古田、そして宮本という OB を加えておりますので、通常のヤクルト打線より破壊力がやばいというね。また古田が加わることによって投手の防御率っていうのもかなり改善されると思いますので、ぶっちゃけこのチームはこのペナントでも優勝候補チームですよ。で、今日は小川との投げ合いになるわけだ。前回の1試合目の登板の流れもあるからね、正直抑えれる気はしてないんですけど、頑張りましょう。いやもうね、甘く入らずとも軽く運ばれるから。ほんで今日は明治神宮球場でしょ。ホームランがめちゃくちゃ出やすい球場ということを考えればですね、また恐ろしい一日になるんじゃない。前回の悪夢以上の悪夢を見るかもしれないよ。やめて。どういう攻め方をしたら打たれないのかっていうのを早めにコツをつかまないとまずいっすよ。通常のやり方ではやっぱ通用しないんでね。四隅ついたり、そういう抑え方ではね、どこかなんかポイントだったり抑えるコツっていうのがあると思いますので、それを知れたらいいね。この試合で防御率は 1.48 ではございませんからね、 14.8 だよ。なぜなら開幕戦で11失点もの炎上をかましたからね。あれを取り返すためには2試合目で完封完投しないと無理じゃない。いや、それだけじゃダメですからね。この試合も全試合完封完投でいかないととは言いたいけど、やっぱ無理ですね、それはね。今日は現実的に QS 達成を目指しましょう。1番からレジェンド選手、若松ですよ。3割をキャリアの中で何度も達成しているガチのレジェンドや。怖いね、能力も高いし。ミートは A、イチローを相手にしてるかのようだよ。慎重に。いやもうね、ほんとどこ投げても軽く運ばれるから。ただね、今ね、まあ強振では来てないので、早い段階でストライク追い込んでもいいかもね。投げました。うわー、もう関係ねえよ本当に。もう簡単にツーベースヒット、ミート打ちでもやっぱ打球がよく飛ぶし、そもそもの力があるからね、そら簡単に運ばれる。いきなりのピンチだ。バットに当たればもう長打ですよ。やばいよ、菅野の非長打率10割は軽く超えてますね、ここまで。これはマギがよく掴んでくれた、一つアウト。だからね、もうアウトのパターンってゴロしかないんですよね、前回から。内野ゴロしかないんですよ、三振もそんな取れないし。フライはもうないですからね、フライはもう全部長打になりますから。だからいかにゴロを打たすかっていうのが大事になる。まあゴロを出すためにはやっぱ低めのコースをついていくこと。基本そうなるよね、まあこの打球は抜けていくけども。まあ低めついてやるしかない。バレンティン、まあシーズン始まったばっかでまだ6試合しか経ってないですが、率的にはまだ本領発揮という感じではないが、ただパワーもありますから。まあ盗塁に関してもね、当然警戒していかないとダメだが、まず打席に集中でしょこれね。第9投げた。怖くて入れれない。最初のストライク取るのが激ムズだぞ。第2球ランナースタート、盗塁。うわもうこれはね仕方がないんで、小林の肩とはいえどね、相手は山田哲人。いい送球だったよ。小林キャノンですわ。政治キャノンって名乗ろうかな。でもそれでもアウトできない。だからバッターに集中だ。第3球を投げた。もう1球スライダーで行ってみようかな。あと1つストライクカウントが取れたらだいぶ楽になるから。4球目。取れなきゃまずいんだよ。3-1。バッター有利なカウントだぜ。うわ、どうしよう。もう一球スライダーで、よし、一つ取った。でもう落とすしかないですね、ここはね。インコース、インコースですね。インローに三振。よーし、これだこれだこれだ。もうとにかくコースついて、低めついて、いろんな球投げてやるしかない。出た古田敦也、球界最強キャッチャー。バッターとしてもやばい人ですからね。あの守備の方にばっかピックアップされてますけど、バッターでもやばいのが古田だ。怖えぞ。だから、まあ、この古田しかり、若松しかり、まあ、宮本しかり、加わることによって打力もやばいですからね、このヤクルトは。だから優勝候補なんだ。ただ、その古田、初対決になるんですが、ここまでは追い込んだぞ。これやっぱ菅野の武器である、いや1球ね、高めにちょっと見せたいと思いますわ。これ見せた後に菅野の武器のスライダーを投げると振れる。イエス、オッケー。まあ、初回からこれだけランナー招いて OK ってガッツポーズするのもいかがなものかと思うけどね。ただ危なかったから。でも一つなんかコツはつかんだと思いますね。基本高めはやっぱ投げれない、もう見せ球だったりね、
もう何十球かに1球くらいの割合で基本低めに変化球でごまかしながら、いつまでそれが通用するのかわからんけどね。攻撃に入ります。まあ、そのやり方でもとにかく攻めていきましょう。低め2回も多くの球数を使うことになるが、もういいでしょその際はね。まあ、もちろんね、あの多くのイニング投げることもそうですし、多くの三振取ること、いろんなことがね沢村賞受賞に求められますけども、まあ、ただ本当今は目の前のバッターを一つ一つアウトを取っていきたいね。長い先の話は一旦置いといて、まずは今目の前の坂口に集中だ。フォアボールももう恐れちゃダメだと思う。勝負に行きましょう。投げました。打った。勝負に行った結果フォアボールなら仕方がない。打たれても仕方がない。中途半端に勝負した結果打たれるのは一番ダサい。仕方がないですね。で宮本ですね、今はヤクルトのコーチですよね。おーでその宮本に対してバントか。いやありがたいですよ、よく飛ぶボールのレベルでやってますから。バントで一つアウト取れる方が価値は全然ありますから。ぶっちゃけこれだけのよく飛ぶレベルだとね、バントする意味ないんですよ。ピッチャー含めて打ちに行った方が絶対お得ですから。だから菅野の打席でももうバントはしません、打ちに行きます。ホームランも十分打てる。今日もしかしたら出るかもね。まあ、たとえホームランが出たとしてそこが問題じゃないですけどね、抑えないと。第3球を投げた。直球よし、あの低め投げれたら最高だね。まあ、なかなか意図的に投げるのはむずいが。第4球をボール。もう1球、5球目低め。うわーちょっと、てか高さ的にストレートと同じじゃね。それ取ったんならこれ取るんじゃないの普通。なんだよそれ、どうしよう。もうスライダーですね、インロー食い込ましてやる。投げた。当てて、よしいいとこついた。オッケー。もう本当に全てを注ぎ込み抑えてるって感じですけどね。全神経今尖らしてる。ここに集中してる。余計なこと考えてない。今晩の晩飯は何だろうかだ。もうそんなどうでもええねん。今目の前だ。まあでもピッチャーだからね。わあ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 、危ない危ない。ピッチャーだからとか関係ないから。能力が低くても打球が飛ぶんだから。ヒット打たれる。それで前回打たれたの、レジェンド江夏によ。危ない危ない。まあでも2回は0ですね。まあこちらもやっぱキャッチャーが振れたということもあり、まあ小川もいいピッチャーですからね、点は取れてないが、このチャンスノーアウトランナー1塁ですね。小林が出たかな。出てますね。もちろん打ちに行きますよ。先ほども言ったとこもバントする必要がないリーグなのでね、絶対打ちに行った方がお得。ぶち込むよ。第2球、いやこのチェンジアップね、タイミング合わせてもう芯で取れた、間違いなく。そんなことができるかっつったらむずいけど。次は4球目、直球見送ってストライク。これが古田の配球なの。投球これから5球目、うん、打ちました。当てて、まあ外野には飛ばしたがヒットではないか。なんなんだろうね、これが古田の配球なんだね。チェンジアップ3球で入ってきた後どちらもストレートっていう、いやなんだろう、打ちづらさは正直ありましたね。まあ、次の対決ではちょっと攻略していきたいですけど。投げた。さあ2巡目、ここからだ。問題は前回だって1回2回は抑えたからね。ここからなんですよ。やっぱね、回を追うごとに CP っていうのも慣れてくるからさ、当てられる率っていう、当てられる率ですねっていうのが上がっていく。そして当てられる率が上がれば上がるほど当然基本塁打率っていうのも浴びて、前回のような悲惨な現場がここで起こるかもしれない。だからなんとかね、芯で外して芯を外すピッチングをしていこう。おーでここもいいですね、いいですね。はい、青木も抑えてツーアウト。鉄と山田、まだ今季第1号はないが、ぶっちゃけここで出ても不思議じゃない。てか出るんじゃね、出るでしょおそらく。投げた。もうまずは低め。第2球ちょっとねビビってます、完全に今ビビってます。第3球、うわ入らんな。どうしよう、もうフォアボールで歩かす。いやでも次バレンティンだからね、まだできることはあると思う。入らねえ、いかいかいか、ビビってるビビってる。タイミング遅いもん、リリースのコツ、タイミングが。バレンティンと対決、山田を牽制しとかでまさアウトできたらいいが、まあ十分ここはしてくると思うんで警戒しながらね。外してもう一球牽制、ほら来たー。また引っかかったぞ。前回は赤星、今回は山田。盗塁王を牽制しでアウトにしまくる動画になってますよ。なんだろうね、クイックが上手いとかもあるのかな。菅野智之クイック系の特殊能力は持ってたような気がしなかったけどね。4回の裏、
まあでもそれのおかげかなんなのか知らんが、アウトは取れた、助かってる。さあ鬼門の4回だ。前回ここから引き継いで阪神打線にやられた。同じ道をたどるわけにはいかないからね、やってること同じじゃねえか。最終的に発狂して終わるぞ。それだと発狂はなし、脳発狂だよ。投げました。おー、もうこれね、正直フライが上がるたび怖いの。今の俺ビクついちゃってる、体マジ一回一回ビクビクビクってなってるからね。怖いもんだって、打てホームランじゃねえかなと思うから。このワンシームもいいな、低めに。まあ、結構変化量があるんでね、このワンシーム。ストライクからボールになるといういい逃げ方をしてる。これをもっとうまく有効的に使っていけば一つ攻略のコツになるかもね。スリーボール、ちょっと菅野らしさはないですけどね、このカウントにするっていうのは。ただはい、ツーアウト。あと一つ。そういやここまで、あ、まあヒット打たれてるからね。まあでもそのヒットだけですよね、出塁は。あー、もうでもこういうこと言うのやめよう。いかいかフラグ立てるから。ここまでとか関係ないねん、これからだし今を大切にしていこうつってんだろさっきからよ。低めボール、次は5球目。うわ、ストライクって言うとちょっと審判厳しめ。菅野のことなんか嫌いなやつが守ってると思う、守備についてると思う、じゃない、後ろで見てると思う。わー、でまた坂口に対してフォアボールかい。まあここ宮本はもう当然打ってきますからね。先ほどはランナーがいたからアウトカウントがあれだったから送りバントでしたけど。投球これから2球目、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました。よし、追い込んでいます。とはいえど古田若松ほどではないからね、バッティングでは。外角へ、次は5球目、抑えれる。あー、久々のヒッター見た。フォアボールからのこの流れかい。やんいだったね、こういう球を投げちゃダメなんだよ、このペナントでは。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ちょっとまた歯車ずれかけてません今。大丈夫ですか、抑えるんだぞ。第3球はバッターの足元。まあ次ピッチャーだからね、まあそこを考えれば別に無理な勝負は避けてもいいかも。投げました、見送ってボール。第5球投げました。よし、タイミング合いません。あと1球もうスライダーでね、しつこくついてやる。アイフォアボール、やっちまったな。 A は勝負にいった結果のこれや。さあ小川を抑えましょう。でもチャーだからという油断はもう必要ないと言ってますよね。第3球を投げた、打ちました。バットに当てれば何かが起こるんだから。よし、ここは誰が取る。お、俺なの。お前が取れよ。前はアウトや。はぁ、ひやひや。4回までもうほんとね、全神経を尖らせてやってきてます。スタミナもかなり消費してるけどね、まあ、とりあえずまずは5回も投げ切ることを一つ目的なので、援護がない分ね、勝ち投手の権利がつくかどうかっていうのは分からんが、まあ、自身の打席で打てばいいでしょう。2打席目、先ほどはちょっと古田の配球にやられて抑えられたが、まあ、追い込まれる前にやっぱ勝負を決めていかないとね、早い段階で。正直あのチェンジアップ1球くらい打ってもよかったね、さっきの打席で。投げました、打った、追い込まれた。さあ何で来る、追い込んだら全力ストレートかチェンジアップか。投げました、ストレートだ。うわー、甘いけどね。センターフライ、おい、でもその後点入った。坂本勇人が打ってくれたんじゃないかな。センキューキャプテン、ありがとう。スワローズ、この回は打順先輩助かるよ。さあ援護が入った後のイニング非常に大切、ここで抑えれば勝利投手の権利は得られるからね。ここも全神経尖らしていきましょう。第3球は、ただこれ先頭バッター出せないよ。後のバッターのこと考えて、これもレジェンドやが後ろも強力やね。第4球を投げました。うわー、もう取ってくれた直後にまた長打でツーベース。はあ、さすがにホームランはなかったけどね。なんなんだ、援護が入った後に絶対打たれてるんだよね、1試合目から。これはですね、まあ、このシリーズに限らず俺のパープロ実況あるあるですね。なんか知らんけど取ってくれた後打たれる、打たれちゃう、なんででしょう。味方目線で見たら最もイラッとするタイプのピッチャーですよね。でも抑えるよ、ここから1回を再現ですよね。先頭バッター若松が出塁しましたが、その後ゼロで抑えたじゃないか。ならばここもだよ。この回で5イニング目、青木も抑える。
さあ次の投球、よしよしよし、全く同じ、マギー取って、よーし、ありがとう、もう来年もいてくれよ本当に。2019年あんたいないと巨人優勝ないから、丸加入しても関係ない関係ない、2枠も入っても関係ない関係ない、あんたが必要だ。なんであんたがいねえんだ。マギーは残ってくれそうな雰囲気ありましたけどね、巨人が悪いんだよ。まあマギーが今ここでいて助けてくれたんだからね、一つのアウトは取れたぞ。マギーが頑張ってくれた分を台無しにしないよんね。山田哲人、第2球投げた、インコース低めストライク、どうしよう迷ってます、正直落とそう、第3球を投げた、もうちょっとこの球反応してほしいけどね。次が4球目、なあ内角低め、マジでか、スリーボール、いやもうどこ投げても打たれそうな感じはするけど、まあ勝負しないとダメだな。第5球投げた、よし、ここはセカンド正面、2アウト。さああと1つアウトを取れば権利を守ることができるが、あと1つが難しい。今日のバレンティンは2の0と抑えてるけどね、もうそろそろ何かが起きても不思議じゃねえぞ。まずは外に逃げるスローカーブ、釣り玉だ、あ反応しないね。まあでもこういう球を投げることによって次の1球が生きると思うんだわ。さあ次の投球、ラストライクって言えよ、頼むから、外わりかし広いのが NPB じゃん、菅の時激狭、菅長い間合いを取っています、この回で5イニング、うわもう投げる球ないよ、もうスライダー、ストライクのちょっと安易になるけど基本スライダー攻めだわな。ここも外に逃がそう、はい真ん中行くな、どこまで飛んだ、まあでも助かった、命拾いした。さあと1球落とそう、第5球くれよ、打ってくれバレンティ、外に逃がそう、どうだ、ショート正面坂本がいた、結果5回投げてのゼロピッチング、いやもう菅野であればそれは当たり前なんですけどね、5回投げてゼロピッチングで拍手されるような投手じゃないからね、新人ならまだしも菅野だぜ、2年連続沢村賞投手ですからね、むしろこの内容ですからちょっとランナー出しすぎ、今日の菅野調子悪いんちゃうかみたいな扱いされてるよ。6回のマウンドもありますね、もちろん投げますよ、 QS は目前のとこまで来ている、あと3つですね、らしさはないですけどね、このピッチングないように、もういいでしょう、らしさとか新たな菅野を見せていく、別にね、リアルな菅野通りのやり方でやらなくてもいいんだから、泥臭い形だったりパーフェクトじゃなくてもいい、何か一つ欠点を抱えててもいい、結果最後に笑うのは菅野智之だ。 OK、菅小馬バッテリーで狙いに行くぞ、沢村翔もね、小林に関してもうスタメンから外すことはほとんどないと思いますので、まあ、でももちろん巨人の優勝っていうのも一つ目的にしてるんで、優勝するためにはもしかしたらこの先小林を外す瞬間っていうのはやってくる可能性もありますけどね、例えば結果を残せなかったりしたらね、それはもう小林だからどうのこうの関係ない、結果を残せないキャッチャーはスタメンに使ってはならない、まあでも小林は守備での貢献度が高い選手ですからね、打撃成績に関しては多少目をつぶりましょう。投げた、はい三振、2アウト、6回 QS まであと1つ、バッター宮本慎也、まあ今日はまだ抑えられてないですけどね、アウトは取ってるがバントですね、ただ抑えてるとは言えない、おし、これで追い込みました、投げた、アウトコース低め、外れてもう1球しつこくスローカーブ、この辺食ってほしい、いやこの辺ね、パワプロ2016年あたりまでは振っててくれてた記憶はあるけどね、スローカーブね、特にスローカーブは、はい最後は三振、まだ行く、7回裏の守備もう十分な投球できてるだろう、中継ぎ遅れや、上原もいるぞ、いや前世紀の上原じゃないから不安もあるけどもね、ただ上原もいるんだから、代打雄平だ、代打雄平出せるチーム強いわな、セリーグで最もやばいこれ外野陣じゃない、バレンティーいて青木いて若松でしょか、恐ろしい、でまあ坂口も外野守れるし雄平もいるからね、怖いわ。第4球を投げました、さあマギー、あーまあさすがにこれは無茶だわな、第5球投げました、打ちました、うまく当てる、雄平ってそんな感じ、なんか脳筋バッターなイメージがあるんだけど、流してきたね、まあ打率3割も気力してる選手ですからね、こういうバッティングもしてくるか、うわまた鬼門のイニングになるか、それとも変えるか、ここで
変えたね。まあ、この判断っていうのはね、正直こっちからしたらありがたいですやっぱ、あとはもう中継ぎに託しましょう。畑ですね、出てきましたから頼む、畑抑えろよ。これ返したら菅野の勝ち投手なくなるからね、頼むぞ。うわー、2アウトから失点しやがった。もうまあでもこればかりが攻めれないわな。ランナー残したのが菅野ですから、まあ1点で済んだのでいいです。もう残念ながら勝ち投手の権利はなくなりましたね。くっそー、せめてチームさえ勝ってくれたら唯一救いですけどね。菅野が勝つってことももちろん沢村賞には必要なんだが、結果負け2対1。最後は畠山のタイムリーヒットですか。菅野と小川の投げ合い、小川に投げ勝てず、いやー、まあ、正確には古田にやられたっていう言い方も正しいんじゃないかな。小川の力以上のピッチングっていうのが正直このマウンドでできてたと思いますので、まあ、古田にやられ、それ以外の選手にもやられたということだ。だから負けたんだ。この試合上原に敗北がついてますね。9回は上原が打たれたんだ。坂本のね5号によって先制点は取ったんですけど、7回、これは菅野の自責点になるでしょうね、おそらく。おい自責じゃん、エラー。 What？ 坂本が今日エラーしてますから、おそらくそうですね、菅野が降りた後の坂本がエラーをしたんだ。なので自責はゼロなので、まあそこによって防御率はだいぶ改善できましたが、それでも 7.82、まあ、シリーズ初となるね QS は達成できたが勝てなかったことっていうのは残念ですし、でやっぱね厳しいですよ、うん、かなり厳しいマウンドでしたね。ただ厳しいながらも、まあ、なんとか結果として一つ出たっていうのは嬉しいよ。前回の二の舞にならなくてね。そう考えたら前回何やったんや。今日の試合の敗北によって巨人の順位というのは5位に転落ですね。まあシーズン始まったばっかですけども、なんか上がったり下がったりを繰り返してるっていうイメージがありますね。まあ菅野が投げるゲームは終了してますので、残る2戦ヤクルト戦結果を見守っていきましょう。まあ本当チームが勝ってくれたらね、いいので、まずはね宇都宮とブキャナンの投げ合い、今日はレジェンド若松が絶好調。果たして結果は、おー勝ったね、宇都宮が抑えたってこと。いや壮絶な打ち合い、7対6の最終的に逆転勝ちですね。初回から巨人が4点取ったりしてますね。決して宇都宮のピッチングがあったから勝てたというわけではなさそうだ。さあヤクルト3戦目、今季初の対決は1勝1敗で迎えた3戦目。果たして結果は、あー残念、負け越しで終えるか。そして続けては横浜 DeNA ベイスターズ戦、果たしてどうなるか。ローテーション的にここに登板する予定はありませんので、ここも結果のみ見守っていきましょう。ここにはですね石井だったり、また谷繁も加えてますからね。ほんで投手では平松というレジェンドもいますから、もしかしたらこの戦いの中でその投手が出てくるかもしれない。まず1戦目は大将、嘘でしょ、13対4、6回に10得点、すごいゲームがお前今日始まったぞ。すごいね、6回自体はホームラン1本しか出てないんですけど、つないで取ったってこと。巨人の攻撃見ていきましょうよ。これ6回先頭バッターマギーがいきなりホームランを打ってますね。そして岡本ヒット、ゲレーロツーベース、ただ続けての容体感凡退で、これでワンアウト。ただ長野が続き、阿部はフォアボールでつなぎ、畠もヒットを打ち、そしてその後坂本を、吉川も打ち、マギーフォアボール、岡本ヒット、ゲレーロヒットで、容体感もヒットで、これだけの得点を取ったわけだ。すごいっすねこれね。1イニング10得点っていうのはなかなか球界の歴史振り返ってもないことなんですけどね。そこまでそんな取れてたっていうわけでもないのに、魔のイニングだ。ちなみにこの6回に炎上かました投手は誰なの、今永本人なの、どうだ。今永ですね、わーお、そもそも早い、変えろよその前に変えないからだろ。なんか監督に問題あるパターンやつ、いろいろとね発見されてますよ。こっちにしろ、相手にしろね。で怖いですねこれ、もしも菅野が投げるゲームで起用法によってねこういうことが起こったら。起こささないようにしますけど、実際1戦目起こりましたけどね、長く引っ張らされて挙句打たれるっていうのはね。さあ一夜明けて2戦目の戦いはどうなるか。あーここでも敗北、ここはね8対5と後半に点取られることが多い巨人の中継ぎ、結構ボロボロちゃうか、さっきからね。宮國も防御率 10.5、 野上に関しては抑えてるんだけどね。マシソンもダメだし、いやこれ早い段階で中継ぎもちょっとね変えた方がいいかもしれない、これが続くんならね。なんか中継ぎによって落としてるっていう試合がありすぎるぞ。せっかく先発の頑張り、野手の頑張りが全部中継ぎによって否定されてますからね。そこは残念だね。最後浜口ですね、平松は出てくることはありませんでしたが、田口浜口左腕の投げ合いは、
ここも負けて結果初対決は負け越し3対2だから、これもね後半のイニング、まあこの場合田口が打たれてますね、中継ぎではなくて。いや、あ、そうです。いやでも畑も失点はしてますからね、畑は別に悪くはないですけど、なんか長く引っ張った挙句打たれるっていうのがずっと続いてるんでね、記憶を変えてるんだけどね、それでも長く引っ張るのは何だろう、高橋由伸が地蔵だからなのかな、そういうことでしょうかね。この敗北によって、これ待って、最下位転落、広島と並んでね。そして次回広島との初対決に菅野が登板することになるんですけども、最下位同士の対決がいきなりここで実現ですか。嫌な対決ですね。どっちも最下位になりたくないよ、広島もこっちもね。さあ果たして次回の登板どのような結果が出るのかっていうのは4月13日次回プレー予定の広島戦お楽しみに。じゃあ最後に菅野の成績をちょっと確認していきましょう。防御率は 7.82 まで落とすことができましたが、元がひどかったからね、そして今もまだひどいからね、はい、この数字でシーズンを終えるわけにはいきませんから、もっと改善していかないとね。そして0勝1敗とまだ勝てていないこと、まあ今回はちょっとね畑には頑張ってもらいたかったんですけどね、あそこで打たれて勝ち投手の権利がなくなりましたから、ちょっとあれが残念でしたね。まあ今のところ2試合の登板を終えて沢村賞投手とは言えませんよ。この投手が沢村賞を取る未来っていうのは誰も期待してくれないでしょうね。だがまあシーズンは始まったばっかで、まあ今回の登板でなんか抑えるコツみたいなの正直なんか掴んだような気がします。まあ、全神経を注ぎ込み四隅とか、まあ低めに決まれば今回のような結果が出ると思いますので、まあ次回の登板でもそういうピッチングをしていけたらなと思いますのでね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回実況3回目も見てくださると嬉しいです。グググググバイ、またもう。